私プロゴルファー諸見里忍はピンクリボン運動を応援しています。目で見てわからない、やっぱり体の中で起きてしまうことですので、一番大事にしているのは、やはり定期的な検診に行くっていうことはすごく大事かなとは感じます。周りの友達などにぜひそこは検診した方がいいよっていう言葉はかけさせてもらっています。